ドルフィンの家族なの。オスは 4.5 メートル 1.5 トン。メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど、100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白くなっているんです。鏡がしかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。おはようございます。おはよう。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。いいね。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。はい、カパッチョイ。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白くなります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。かゆいだって。かゆいだって。当館ではベルーガにね、ホッケ、かゆいのなんかのお腹、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。かゆい。かゆいなの。いいね。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海はベルーガをご覧いただいています。
ヤッホーって。しかし、ヤッホー。ヤッホー。濃い灰色をしています。あ、おでんこした。徐々に白くなり、10年以上寝かせて真っ白になります。大きいね。ベルーガは野生では、魚、エビ、イカなど、100種類もの生物を食べていると言われています。
Thank you.
し、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、
1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長期に従って徐々に白くなり、10年以上経って真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウイイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。
生まれたばかりのベルーガは濃い